ワンピース海賊無双4だっけな。ウォーターセブンを出航後、不気味な海域フロリアントライアングルに迷い込む一味。そこでヨミヨミの実を食べた骸骨のブルックと出会う。死んで骨だけ、ブルックです。どうぞよろしく。オーカ七部会月光モリアに奪われた影を取り返したいブルックと共に、一味はモリアが支配する島スリラーパークに乗り込む。激闘の末モリアを倒すことに成功した一味だが、そこにもう一人の七部会バーソロミュークマが現れた。政府の命令でルフィを狙うクマの攻撃で全滅寸前まで追い込まれた一味だが、唯一意識を保っていたゾロの命がけの交渉により窮地を逃れる。おい、おめえ生きてんのか。あいつはどこだ。ここで何があった。何もなかった。ブルックを仲間に迎え入れた一味はグランドラインを半周した地点レッドラインに到達。新世界に入る下準備のためシャボンディ諸島へ向かう途中、一味はかつてイーストブルーで戦った魚人ハッチャンと再会。ハッチャンと和解した一味は彼の案内でシャボンディ諸島に上陸する。しかしそこでは天竜人と呼ばれる者たちが横暴な行為を繰り返していた。天竜人とは世界政府を作った王たちの末裔であり、もし逆らえばたちまち海軍大将が派遣されるという。そんな彼らとの間にいさかいを起こしハッチャンが撃たれる。それを目の当たりにしたルフィは激怒し、天竜人の一人を殴り飛ばしてしまう。この一大事件は瞬く間に海軍に伝わり、一味は完全に包囲される。絶体絶命の状況で一人の男が姿を現した。その麦わら帽子は精悍な男によく似合う。会いたかったぞ、モンキー D ルフィ。俺に命令するな。一方その頃、シャボンディ諸島の各地には超新星と呼ばれる懸賞金額億超えのルーキー海賊たちが集結していた。大変なことになった。麦わらのルフィが天竜人をぶっ飛ばしたって。船の出航準備は。昨日すでに。今すぐ船に向かう。大将なんぞに出てこられてたまるか。出航準備だけしておけ。はい、直ちに。さて誰が出てくるか。ホーキンス船長。落ち着け、今日俺の命日とは出ていない。天竜人を殴っただと。本気か。噂通りの怒り具合だな、麦わらのルフィ。大将と今ぶつかるのはごめんだが、挨拶くらいはしてやろうじゃねえか。面白いもんを見逃したようだ、麦わら屋か。顔を見に行くとしよう。
予想より海軍の動きが早いな。おい、ドレークや。手伝ってやろうか。死の外科医、トラファルガー・ロー。俺に構う必要はない。中だ。おかげでこっちもただじゃ済まねえ。カポネギャングベッジか。今俺たちに思想は見えない。ローマの僧、君の悪い能力だな。魔術師バジル・ホーキンス。野郎ども、やり合う準備はいいか。はい、パーサー。奴らの負けだ。兵力差でな。麦わらのルフィ、ゴミルフィを殴るとは正気じゃねえな。完全に包囲される前にここを動かなければ。麦わらの面を拝みに行きてえが海軍だらけだ。うざってえ。魔術師バジル・ホーキンス、動くな、撃つぞ。ストローマンの出番はなさそうだ。馬鹿だ。はタクト、勝負はここからだろうが。兵力差でな。奥越えのルーキーたちに気をつけろ。こいつは
元少女ドレークだ。大将が来る前に突破しなければ。ラジオナイフ。道ができた。今のうちに去るとしよう。ラジオナイフ。逃げすな。おい。ラジオナイフ。タクト。逃げた奴らに釣られて敵が減ったか。ちょうどいい。進むぞ。ラジオナイフ。海軍どもの様子からして麦わらがあっちにいるのは間違いない。タクト。騒ぎの大きい方に行けば麦わら屋にたどり着くはずだ。これ以上は進めねえか。ラジオライフ。近くまで来たと思う。敵が多すぎてこれ以上進めねえな。タクト。ユースタスや、お前も麦わら屋を見に来た口か。どんなに浮かれた野郎かこの目で確かめた。トラファルガーのユースタスギフトを排除する。ラジオナイフ。タクト。俺の名を知ってんのか。なんでこの島に七部会が。トラファルガーてめえ邪魔するな。すぐに消されたいの。俺に命令するな。障害を排除する。タクト。体からレーザーだと噂に聞いてたのか。ずいぶん違えな。キャンプ。タクト。障害を排除する。ラジオナイフ。刻んでやる。タクト。
楽にしてやる。タクト！すごい！どうにか撃退できたが、七部会とやり合う羽目になるとはな。本当にクマ本人だったのか。まあいい、今は麦わら屋だ。驚いたな。